算数理工学7回目の授業を始めていきます。ようやく対称性を考慮した数え上げの話をする準備がすべて整いましたので、それをやっていくということになります。で、まあ、第7回は基礎という形になりますけども、この対称性を考慮した数え上げの話2回行っていきます。まあ、次回も、発展というか、第8回はそういう内容になります。はい。で、まあ、今日はですね、まず、その基本的な置換群を用いて対称性を考慮した数え上げができるようになるということを目標にします。で、2種類のことをやっていこうと思いますけど、まず、普通の着色と呼ばれるものの数え上げ。で、その後に、制限された着色の数え上げというものをやります。この2つ目の方までやるとですね、だいぶその応用範囲が広がるというような形になります。で、この時に使うこの道具というのが、前回最後にやったバーンサイドの補題というものになります。では、まずこのバーンサイドの補題の、復習からやっていくということになります。で、今日やりたいのはですね、こういうようなものになりますと。これ例題1、これ後でやりますけども、正六角形の頂点をですね、2色で塗り分ける方法は何通りありますか？ここではですね、2色というのをその赤と青ですね、丸と四角が赤と青に対応しているようになってますけども、それでどのように塗り分けられるか。ただし、回転によって一致するものは同じと見なすということになってます。で、ここにはですね、今、1、2、3、4、5、6、7、14個ですね。14個の、塗り分け方がありますけども、この14個はですね、どれもですね、回転させることによって、他のものとなんか一致することはないというような形になっています。よろしいですか？例えばですね、ここにその1個ありますけども、これと似たようなものとして、ここが青で、ここが青で、赤がここか。で、こういうものも考えられますけども、これはですね、この塗り方を、左半時計回り60度回転させると、これになるという形になるので、これとこれはですね、その回転させることによって同じになるというふうに、見なすということになるわけです。で、そういうものはですね、省いてると。これ書かないと。という形になっています。で、ここで今これ全部14個あるんですけども、本当にこれでですね、すべてのこの2色で塗り分ける方法を書いてるんでしょうかということはですね、後から確認することになります。で、これをですね、前回やったこのバーンサイドの補題を用いて解決するということをやっていきたいということになります。でですね、じゃあ実際ちょっとバーンサイドの補題ってどんなものだったかってことを復習するところから始めましょう。前回の復習ですね。前回の復習です。はい。前回その、置換群があったときに、そうか。まず、有限集合ありますけども、この有限集合 X 乗の置換群を考えます。これ SX、これは対称群。X 乗の対称群を表していて、その部分群として、置換群というのがあるというふうにも考えられるので、このように考えていくことにします。でですね、この要素、スモール X の G による軌道といったら、これでしたと。ですね。で、これは、オーブと書きますというふうに前回やってました。これはですね、その、G に入っている置換、π を使って πx を書けるようなもの全部集めてきてできる集合ですね。だから、それは、ラージ X の部分集合になるという感じでした。こう例ありますけども、G として、1、2、3、4を1、2、3、4に移す。1、2、3、4を3、4、1に移す。っていうような、置換からなる置換群があったときには、例えば、1というのは、1によって1に移る。あ、すいません。初めの置換によって1に移る。で、右の置換、2つ目の置換によって3に移るので、1が移る先っていうのは1、3。ってことになるということですね。いいでしょうか。はい。こんな感じですね。はい。で、同じように、例えばこの、2に対しては、2は左の置換で2に移って、右の置換で4に移るので、2の軌道は2、4であると。こんな感じになるとね。下の例も同じような感じでした。はい。で、重要なのはね、何だったかというと、この軌道によって分割ができるっていうことでした。何だったかというと、これ先ほどのこの例によると、軌道として現れる集合は1、3と2、4だけで、で、それはですね、このラージ X という集合をきれいに、2つに分割すると、こんな感じになっている。でですね、下の方の例、さっき言わなかったですけども、これやると、軌道がですね、1という集合と2という集合と3、4という集合の、3つに限られることになりまして、1と2と3、4という部分にこう分割されると。こういうことですね。こういうことになるというのが、この軌道の重要な性質でした。はい。で、あれですね。バーンサイドの補題を述べるためにもう一つ重要な概念がこの不動点、あるいは不動点集合でした。何かというと、この π という置換ですね。この置換群の要素、置換があったときに、その不動点というのは何かというと、π によって動かない、
π x が x と等しくなるような x 全体の集合ですね。だから、これも、large x の部分集合ですという感じになってた。例えば、この下のような、4つの、置換からなる置換群ですね。まあ、これは、D8 という二面体群だったんですけども、この場合、例えば、じゃあ、今、これを持っていきましょうと。これを π としましょうと。で、そうすると、この π によって、動かない弦っていうのは要素ではないので、これ空集合になります。こんな感じですね。一方で、じゃあこれを π としましょうと。これ π とすると、4だけ動かないので、この場合、このフィックス π というのが4だけからなる集合になる。こんな感じですね。これで、この、始動点集合というのが定義されているということになっていました。はい。それでですね、最後、そのバーンサイドの課題って何だったかというと、この軌道の数ですね、この軌道によってこの large x というのが分割されるんですけども、その分割いくつに分かりますかという、その数ですね。だからこれは、分割、いっちゃう。軌道の総数です。異なる軌道の総数が右辺で、表せますよ、というふうになったかというと、各、置換、π に対する、不動点集合の要素数、つまりその不動点の数を足し合わせて、この群、置換群 G の位数で割ったものですね。だからこれはその、π によってできる、その、固定点、不動点の個数の平均ですというですね。という形でこう書けますよ、と。軌道の総数がね。これ、真下の例ですけども、先ほどの D8 の場合には、これ、軌道の数、これ、1になります。どういうことかっていうと、右の X に対して、このオーブ、G、X っていうのが、これ、1、2、3、4になります。ということなので、この集合、軌道の総数っていうのは1になります。これだけしかないから。この1、2、3、4しかないから1になります。で、一方でですね、この右辺の方は、この不動点の個数数えてあげると、4、0、0、0、2、0、2、0になるので、それを足し合わせて8で割ってあげると、これもやっぱり1になって、確かにこの例の場合には左辺、同辺、等しくなりますね、ということになりまして、これがどんな置換群でも成り立つということになるというのがバーンサイドの話題でした。はい。でですね、今日これをうまくいろいろと使っていくんですけども、それじゃあどうやってやっていくのかってことを話していきます。はい。じゃあ、まず、着色と置換群の関係について見ていきます。今からやっていきたいのはですね、着色なんですね。先ほどあったように、こうなんか六角形があったら、正六角形があったら、この正六角形のですね、この頂点に色を塗ってたら、こういうことやるわけです。で、そうすると、これはですね、この頂点に色を割り当てることになるんですけども、まあ、その色の割り当てのことを着色と言ってます。で、まあ、着色というのを、まあ、色の割り当てというわけですけど、だから割り当てというのは何なのかというと、ね、これは写像なんですね。で、今ですね、例えばこの、赤をまあ R、青を B として、まあ、この各頂点に R か B を割り当てるというふうになっているので、で、これをですね、写像とみなしましょうと。で、それを今ここでは、まあ、π と。これ π ですね。皆さん、小さな文字読めないかもしれません。これ π です。π です。で、まあ、表しましょうということになります。ですかね。で、だから、X の要素に C というその色の要素を、色を割り当てると。だから、この Large C っていうのは色の集合だと思っているというふうに思ってください。ね、C は色の集合だと思っている。で、この場合、その C を R と B、赤と青だと思って、例えば X、1、2、3だと思うときに、例えば1を赤、R、2を R、3を B に割り当てるっていう写像は、これはその Large X の要素1、2、3を、1、2は赤、青は青で、3は青で塗るということを、まあ、表しているというふうに思ってくださいということになります。よろしいですか？で、まあ、こういうその彩色を考えていくということになります。すいません、着色、すいません。用語がちょっと、いませんね。着色です。着色を考えていくということになります。それで、ちょっと今後ですね、こういう、記法を使うんですけども、今、X と C っていう集合があったときに、X から C への写像全体の集合のことを C の X 上で表します。これはですね、一般的にこういうふうに表します。その中、A から B への写像っていうのがあって、それをすべて集めてきた集合っていうのを、B の A 上と書いたりします。なんかね、なんかその 気持ち悪い 記号かもと思うかもしれませんけど、これは実は割とよく使われる記号で、この授業でもこれ使っていきましょうと。例えばですね、先ほどのあった X123CRB。
だとすると、この場合ですね、こういうその8個の、この写像が X から C に向かってあるんですけども、この8個の、写像からなる集合のことを、まあ、C の X 乗と呼びましょうということになります。かね。で、まあ、なんでこの C の X 乗、あるいはこの B の A 乗とかっていう形で、書く気持ちになるのかっていうと、まあ、この中がありますね。ここにある写像の個数、だから C の X 乗の要素数っていうのを考えると、それはですね、C の要素数を X の要素数乗したものと等しくなります。この例の場合は、C の要素数は2で、X の要素数は3ですね。ここに書いてありますね。ってことなので、C の要素数の X の要素数上、これは、2の3乗ですから、これ8になりますね。で、実際ですね、ここにはですね、8個要素が並んでるわけです。つまり C の X 乗の要素数、これも8だと。ですね。そうすると、まあ、ここに書いてある等式は成り立ちまして、この例では。成り立ちますが、まあ、一般的にも成り立ちます。どんな C と X 持ってきても、まあ、有限だったら成り立ちます。ということなので、まあ、この写像全体の中央 C の X 乗で表すと、このようなですね、なんか、成り立ってほしい関係が成り立つので、見た目上、嬉しいわけですね。という形で、まあ、この C の X 乗というもので、この写像全体の集合を表すことにします。だから、まあ、ここで言うと、着色全体の集合というのが、この C の X 乗で表されるということになります。さて、今ですね、こう、置換群がありまして、二つこの着色 C から X、X の要素に C の要素を割り当てるような、この、着色があったとします。で、この、二つの着色、ファイとファイプライムが G 同値であるってことを、このように書いて、これ記法ですね。このように書いて、それをこう定義します。で、どう定義するかっていうと、この G に入っているある置換 π っていうのが存在して、φ イコール φ プライム丸 π をかけるとき、π と φ プライムは G 同値であるというふうに言うことにします。これどういうことか。ちょっと、まあ、下にある例で見てみて、まあ、X、ラージ X は1、2、3であって、で、この G として C3 っていう、これ巡回群を取ってくることにします。で、そうするとですね、今この2つの着色があります。1、2に赤を割り当てて、3に青を割り当てるっていう着色、ファイと、1、3に赤を割り当てて、2、3に赤を割り当てて、1、2、青を割り当てるっていうファイプライムがありますけども、これは、G 等値になります。なぜか。G 等値になります。なぜかというと、今、この π として、1を2、2を3、3を1に動かすもの。つまりこれですね。これを持ってきましょうと。で、それで、ここに書いてあるのは、これは全体として、φ′π という形になっているものだと思ってください。ですね。この φ′ の場合、φ′ のところの図はこと同じですね。で、π は今言ったものを表すように書いてあると。で、そうすると、この合成を作りますと、1が、赤に移って、2も赤に移って、3も青に移るっていう、このファイそのものと同じになるわけですね。ですか？だから、ファイとファイプライム丸パイっていうのが等しいことになるので、ここに書いてある等式が成り立つというとですね。いいですか？これがこの G 等値であることの、定義になります。で、この G 等値制を定義すると、これ何が嬉しいかっていうと、実はですね、これがこの着色全体の集合 C の X 乗の上の同値関係になります。同値関係っていう言葉とかですね、概念は皆さん、離散数学という授業で勉強したことがあるかもしれませんが、まあ忘れていても構わないので、ここで思い出しましょう。それはですね、ここに書いてある3つの性質を満たすことになります。何かというと、任意の着色に対して、その着色 φ は、その φ と G 同値です。その自分自身とも同値。G 同値です。で、これを反射性とかっていうふうに言ってました。で、次。二つ着色。ファイとファイプライムがあったときに、ファイとファイプライムが G 同値だったら、ファイプライムとファイも G 同値であると。だから、この入れ替えてもいいと。ね。左と右を。で、こういうのが対称性っていうふうに言ってました。三つ目。着色が三つ。ファイ、ファイプライム、ファイツープライムがあったとします。で、ここでファイとファイプライムが G 同値で、ファイプライムとファイツープライムが G 同値だとします。で、この時には、ファイとファイツープライムも G 同値になりますよ、というのが3つ目の性質です。で、これ推移性と言ってました。で、この3つのですね、反射性、対称性、推移性っていうのを満たすような二項関係のことを同値関係というふうに言っていたというのが、離散数学でやったことだと思います。まあ、忘れていてもここで復習しましょうと。で、実際に前のページでですね、定義した、この性質に基づいて、この3つのですね、性質が成り立つということがご証明できます。ので、まあ、これ1つずつやっていきましょう。反射性、対称性、推移性を1つずつ、まあ、次のスライドが3ページ、1ページに1つずつやっていこうと思います。それまずこの反射性を満たすということをやろうと思います。一応下にですね、この G 動詞の定義を、
復習のために書いてます。じゃあ、まずこの反射性を示しましょう。だから、任意のファイに対して、これが成り立つということを言うんで、任意のファイを持ってきてですね、それに対して、このファイ、チョロ、ニョロ、ファイっていうのが、ファイとファイが G 同士であるということが証明できればいいと。で、そうすると、これ、ファイとファイだっていうね、このファイプライムはですね、ファイだと思うと、このあるファイっていう値観が存在して、ファイイコールファイマルパイとなればよいわけです。まあ、そのような、このパイっていうのを見つけてあげればいいです。で、実際に見つけられます。なんでかっていうと、このパイとして高等値観を持ってくればいいからです。で、高等値観は必ずこの値観群の要素になってます。それ値観群の定義に書いてありました。ですね。で、そうすると、この値観、高等値観を使って、ファイは、ファイマル E と括弧を開きます。E というのはその行動しか何も動かさないっていう時間ですから、ファイとファイマル E 等しいです。そうすると、この E として、あるいはこのファイとして E を持ってきたと思うと、この右側に書いてある条件に成り立ちますから、左側も条件に成り立つ。つまり、ファイとファイは G 同値であるという結論が得られます。で、これでこの反射性の証明は終わりです。いいですか？ではですね、次、対称性やりましょう。対称性っていうのは2つ持ってきて、ファイとファイプライムが G 同士だったら、ファイプライムとファイも G 同士ですと。じゃあ、まず、これはファイとファイプライムを持ってきて、それ、ファイとファイプライムが G 同士であると仮定すると。で、最終的な目標は、このファイプライムとファイっていうのが G 同士であるってことを証明したいというわけです。だから、そのようなファイですね。つまり、まあ、いいや、そのようなパイを作ればいいということになります。で、まず、仮定がですね、この、パイとファイプライムが G 同士だって言ってるんで、これが満たされるわけです。ある時間、パイというのは存在して、ファイとファイプライム丸、パイが等しいということになります。そうするとですね、今このパイっていうのは G から取ってきてます。で、パイは値観群ですから、このパイの逆、値観も G に含まれてます。ね、となります。いいでしょうか。で、この時に、このファイプライムイコールという形で書こうと思うとどうなるか。今ですね、このファイプライムの右から、このパイと、パイのインバースっていうのをこの順番で書けてあげましょうと。で、そうすると、ここの部分ですね、このパイとパイインバースの積の部分、これは高等値観ですから、ここに書いてある統合が成り立つわけです。ですね。ファイプライムはファイプライム丸パイ丸パイインバースになります。ですかね。で、一方で、ここの中間違ってますね。一方で、ここの部分。この部分見ると、これはですね、上に書いてあるここの式から、これが、ファイになります。ね、そうすると、ここは、ファイ丸、ファイインバースになります。すいません。ここ間違ってました。後で訂正します。ファイプライムは、ファイ丸、ファイインバースになるので、つまり、ここのですね、ある値観として、このファイインバースっていうのを取ってくると、ファイプライムイコール、ファイ丸、なんか、G の値観という形になっているということなので、つまり、ファイプライムとファイが G 同値であるという結論が得られるということになります。よろしいですか？で、これで対称性おしまいです。で、最後、推移性ですね。3つ取ってきます。ファイとファイプライムとファイツープライム取ってきます。で、仮定はこれですね。ファイとファイプライムは G 同値で、ファイプライムとファイツープライムは G 同値であると。で、結論として、ファイがファイツープライムと G 同値であるということを言いたいということになります。だから、そのような、これを示すような置換っていうのがあればよいということになります。で、まずですね、この仮定から、ある、その G の置換、π と π プライムがあって、π が π 丸、π、π プライム丸 π と書けると。これこっち側ですね。こっち側からそうわかる。で、右側の方ですね。π プライムは、すいません。π プライムが π2 プライム丸 π プライムと書けるというのが、こちらの仮定ができますね。でしょうか。で、そうすると、今、この π と π プライムは G の要素なので、この合成も G の要素になります。なぜかというと G が置換群だから。ですね。で、この時に、φ イコールって形でこう書いてきます。そうすると、初めの等式から φ イコール φ プライム丸 π なんですけども、φ プライムは次の式から φ2 プライム丸 π プライムになります。で、そうするとですね、今言った通り、この後ろの部分は、これがですね、G の要素になるわけです。つまり、φ に対して、ファイイコールファイツープライム丸なんか G の要素の置換って形で書けるということになったので、このことからファイとファイツープライムは G 同値であるということが言えるということになって推薦の証明が終わるということになります。よろしいですか？で、これによってですね、この G 同値性というのが確かに、この着色全体の集合上の同値関係であるということが分かりました。ですか。で、同値関係についてですね、皆さんその離散数学という授業でですね、いろんなこと
と、そういう性質があるんだってことを勉強したかもしれませんけども、特に重要なことは何かがあるとか、何かっていうと、この同値関係から分割が得られるということです。今これ何書いてるかというと、これ先ほど言っていた、まあ、この場合ですね。この場合の、C の X 乗っていう、そういう、集合。で、まあ、それ、ここにはこの彩色がこう8個入ってるっていうふうに言ったんですけども、その8個をですね、このような、4つの部分に、分割してます。で、これはどういう分割かっていうと、この1つの、このパーツですね、1つのパーツに含まれているもの同士は、お互いに G 同値です。これとこれは G 同値。これとこれも G 同値。これとこれも G 同値。そんな感じですね。だけども、この他のパーツ、他の部分に入っているもの同士は、G 同値ではないと。という形になると。だからその G 同値なものだけでこう、塊ができる。こういうことになりますね。いいですかね。で、これがその、同値関係から得られる分割と、あるいはその、と言ってました。まあ、あるいはその、同値類という言葉を。で、まあ、定義されたものになります。で、今、ここではですね、この1、2、3っていう要素。人差の要素がその赤で塗られるのか、青で塗られるのかっていうふうに書いてるんですけども、ちょっとこれをですね、この1、2、3っていう、このラージ X の要素が、正三角形のですね、頂点に対応してると思って、この着色、実際書いてみるとこんな感じになります。こんな感じになります。で、そうすると、これ何が重要かっていうと、この一つのですね、塊に入ってるもの。これはですね、回転対称性によって同一視されるものが書かれていると。一つの塊ですね。一つの塊っていうのが、この対称性によって同じと見なすものの集まりになっているとなります。例えば、ここはですね、この正三角形の頂点、一つに青を塗って、残り二つに赤を塗るもの、というものが書いてあります。それらはですね、その互いにこの回転させることによって、お互い行き来できるわけです。だけども、それらをですね、どのように回転させても、例えばこの赤三つで塗られているような状況にはなりません。ですか？で、ここにある、ここの部分ですね。これ何かっていうと、この三角形の頂点を、青が2つ、赤が1つで、塗っているような状況です。で、その中にこう3つあるんですけども、それらはその回転によって移り合うという関係になっているわけです。ですか？で、右下にあるのは、これは、赤なくて、青が3つ塗られていると。青で3つ塗られているという形のものですね。はい。だから、今からですね、この対称性を考慮した数え上げっていうことをやっていきたいんですけども、その時に実際数えたいのは、このような、この、数えたいものっていうのは、結局、数えたいものっていうのは何かっていうと、G、同値、性から作られる、同値類の数です。同値類の数って言い方がいいかどうかちょっと、まあ、同値の数なんですけども、だからその分割の塊の数です。だからこの場合だったら4ですね。それを数えたいということになるわけです。ですかね。いいでしょうか。で、これをやりたいんですね。で、これが、まあ、ですね、まあ、一応今この G 同値性っていうのを使って考えていたんですけども、実はこの G 同値性っていうのが、はじめに前回の復習で言っていた、記号ですね。それとですね、関係があるんですね。それをちょっと順番に見ていこうと思うんですけども、まずですね、その前にですね、それをやるためにですね、この置換の拡張っていうのをします。何かというと、今ですね、もともとこの π っていう置換っていうのは、x 乗の置換なんですね。だからこんな感じで、その x の要素を x の要素に移すっていう、そういう置換だったわけです。で、これをですね、拡張して、まあ、今、拡張っていうのは、今、定義しますけども、この、なんだろう、着色があったら、その着色から他の着色を得るための写像、この π バーっていうのを作るために、この π を使いましょうっていうふうにします。で、この π バー φ っていうのが、φ 丸 π と定義されるという形になります。わかりにくいですね。今、じゃあ、ここ例があります。これ φ という、これ一つの着色、つまりこれ写像があります。x から c への写像があります。で、ここに π っていうこの x から x への写像、置換があります。で、この π プライムってじゃなくて π バーですね。π バーっていうのは、この φ から φ バー π、π バー φ という、新たな着色を作ってくれる写像なんですね。で、どう作るかっていうと、イコールがあって、これは、φ 丸 π と作られます。これは全体としてこれ φ 丸 π です。ファイ丸パイっていうふうに、つまりその、ファイを
作る前、使う前、このパイで、この、置換しましょうと。いう形で、この彩色を与えているのが、この、パイバー、ファイです。ですか。で、実際に、このパイ、このファイの上にくっつけると、1が赤、3が赤、2が青に行くという形になって、まあ、こういう、彩色が得られるという形になって、で、これを、パイバー、ファイと呼ぶと。ね。だから、このパイバーっていうのは、着色を着色に移すような、写像になってるわけです。だから、パイバーっていうのは C の X 乗から C の X 乗への写像になってます。いいですか？で、ちなみに、数学の基本のことをここで、補足しておくと、この集合と集合の間でこう矢印を書いて写像を表す場合には、これ普通の矢印を書くんですけども、要素がその写像によって別の要素に移るっていう時を表すための矢印については、この最後にこの線をつけます。いいですか？だから、この線がついている矢印と線がつかない矢印は意味が違うんだというふうに思ってる。ちゃんと理解してください。線がつかないものは、その写像の、まあ、示意と周囲域をこう並べるという形になります。一方で、この線がある方は、その示意の要素が周囲域のどの要素に移るのかってことを書くために使うということになります。いいですか？ということで、まあ、そういう形で、この、π という置換を拡張して、π バーという、この C の X 乗から C の X 乗への写像を作ります。で、そうするとですね、この π バーっていうのが、いろんな性質を持っています。まず、この π バーっていうのは、実は、この C の X 乗の置換になります。つまりですね、この π バーっていうのは、だから、彩色を彩色に移すっていうのはわかるんだけども、実はこれが全反射になっています。まあ、この例はそういうことを書いてるんですけど、何かというと、この C の X 乗か C の X 乗に対して、この π という置換を使うと、先ほど言った通り、これがこれに移るとか、これがこれに移るとかというと、これがわかるんですけども、今この C の X 乗のこの彩色じゃなくて、着色、これ全部書きましたと。で、下も全部書いてますと。そうすると、ちゃんと1対1対応がこの π によって作られているということがわかります。で、これはですね、今この例ではそうなってるんだってことを書いてるんですけども、これ実際、どんな、C と X、有限集合と置換群を持ってきても成り立ちます。で、ちょっとこれは、証明しましょう。だから、これ置換だって言ってて、そもそもまずですね、C の X 乗か C の X 乗の写像だってことを分かってるんで、あとは、この、π バーっていうのが全端写であることが分かればいいので、で、その様子を示すにはですね、この π バーの逆写像を作ってあげればよいということになります。ですね。だからこの π バーに逆写像があることを言えばいいと。で、それを今から作りますと。で、それはですね、実は、この π インバースのこのバーですね。これが π バーの逆写像になります。わかりやすいですかね。これが、π バーの定義ですね。これ π バーの定義これなので、π インバースバーの定義っていうのは、これは、π 丸 π インバース。こうなりますね。いいですか。で、これが、このファイインバースバーがファイバーの逆写像になりますよ。だからこれ標語的に言えばですけども、このファイバーのインバースがファイインバースのバーですよ。ということですね。こうなります。では実際にこのファイインバースバーがファイバーの逆写像であるかどうかというのを確認するには、これ実際に合成してあげて、合成したものが、高等写像になっているということを言えばいいわけです。だからその合成に対して、このファイを引数に入れてあげると、最終的に本当にファイになるんだと。自分自身に持ってくるんだと。で、逆の順番で合成したものに、ファイを入れてあげると、やっぱりこのファイに戻ってくるんだということを、まあ、言ってあげればよいということになります。で、実際に計算しますね。で、そうするとですね、この、ファイインバースバー丸ファイ、じゃあ、ファイインバースバー丸ファイバーのファイっていうのは何かっていうと、これ合成の定義からこう書きますね。ですね。そうすると、この、π バー π。これはこの定義から π 丸 π になります。で、ここに書いたこの π インバースのバーも定義から書くと、この、π 丸 π の後ろに丸 π インバースがつくと。そうすると、これ、括弧の順番無視していいですから、この部分を見ると、これは、高等作用になります。つまり、これ全体は π 丸 e になるので、これは、π に等しいと。ということになります。で、同じようにですね、この π バー丸 π インバースバーの φ っていうのを順番に計算していくと、こうなります。で、ここの旬の部分、ここが、高等値化になりますから、やっぱりこれも φ になると。
いうことになって、確かに、この π インバースバーっていうのが π のバーである、π のバーの逆作動であるということが分かりました。で、逆作動が存在することと、その写像が全関数であるということは、同値、必要十分条件なので、これで、確かに置換であるということが分かったということですね。いいでしょうか。この π バーっていうのは置換になります。XC の X 乗上の置換になります。で、そうすると今までですね、この、置換群に対していろいろなことを考えてきたんですけども、それがこの π バーに対しても当てはまるということになります。何かというと、これですね。この G バーっていうのをこの π バーの集まりとします。G に属しているすべての置換 π に対して π バーを考えて、それを全部集めてきたのがこの G バーです。で、これは実は CX 上の置換群になります。さっきは、この π バー一つ一つは置換ですよっていうふうに言ったんですけども、それを集めたものがちゃんと置換群になるってことが言えます。で、置換群ってことはどういうことかっていうと、この G バーっていうのが、G バーは、対象群ですね。S の C の X 乗上の対象群の部分群であると。これは C の X 乗上の、対象群ですね。対象群っていうのはすべての置換からなる置換群です。ということなので、今ここに書いてあることをですね、証明しようと思ったら、この G バーっていうのがこの、S の CX 乗の部分群であるってことを証明すればいいと思います。で、そうするとですね、これ、前々回になりますけども、示すことは何になるかっていうと、何か、まずは、G バーっていうのが、まず、非空であるってことを言います。非空である。これ1番目ですね。で、2番目は何かっていうと、任意の、2つの要素、まあ、π とローっていうのを取ってきたんだけども、まあ、この書き方をちょっと、踏襲して π バーとローバーにしますね。π バーとローバーっていうのを G バーから取ってきたら、π バーのインバースとローバーの、合成っていうのが、これもまた G バーに入ってると。で、これが言えると、この部分群であるということは言えるということなので、まあ、この2つを言えば、ここに書いてある CX 上の置換群であるということが分かるということになります。でですね、まずですね、上の方は、これはすぐに分かります。なんでかっていうと、G がそもそも非空だからです。G は必ず、高等置換を持っています。ので、G バーっていうのは必ずその高等置換にバーをつけたものを持っています。はじめの方はそれ簡単に分かると。G バーが E バーを、となるか、を必ず含んでいる。であるから。まあ、これちゃんと本当は書かなきゃいけないんだけども、まあ、簡単なので、ここで、板書で、終わりにします。で、あとやらなきゃいけないのは、この2番目の方です。2番目の方をちゃんと証明することになります。で、それを今からやっていきます。ですね。だから、今言った通り、その、G バーから π バーと ρ バーというのを取ってきて、π バーのインバース丸 ρ バーが G バーの要素であるということを示せば十分です。ですね。で、じゃあ実際に、この π、バーのインバース丸、ローバーを使って、このファイという、着色を動かしてみましょうと。で、そうするとこれは、まず合成の定義です。で、合成の定義で、ここで、ローバー、ファイっていうのがあるんですけども、これは先ほどのこのパイバーの定義がありましたね。パイバー、ファイっていうのは、これがファイ丸、ファイだったと。書いていたので、このパイがですね、ローに変わったものが、ここに書いてありますから、このローバー、ファイというのがファイマルローになります。ですか？で、同じように、このパイバーインバースなので、それを、考えると、こうなると。今書いてあるものの引数の後ろに丸パイインバースが出れると。で、今これ括弧につける順番変えましたと。ですね。そうするとですね、何がわかるかっていうと、この後ろの部分ですね。ここの部分っていうのも、必ず G の要素だってことがわかります。なぜかというと、ローとファイ、パイっていうのはそもそもここで取られているものなので、G の要素なわけです。だから、ローとパイっていうのは G の要素なので、ロー丸パイインバースっていうのも G の要素になるということになります。これは G は置換群だからですね。そうなりますね。ってことなので、このパイインバース丸ローっていうのは、何なのかというと、このファイの後ろに何かをこうくっつけることによって、書いてるということになります。だからこれもう少しちゃんと書くと何かというと、パイバーインバース丸
ローっていう写像は、あ、写像は、これは、ローマルパイインバースの、バーという形で書けるんだということが、ここの話で、この計算で分かりましたということになります。で、これ自身が、実際これ G バーに入ってるので、この一番右に、左に書いてあるこの部分も G バーに入りますよということになって、証明が終わるということになります。いいですかね？ちょっと今分かりにくいこと言ったかな。いいですかね。はい。ということで、これは CX 上の置換群になります。この G バーですね。CX 上の置換群になります。で、その置換群を使うと、先ほど言っていた、この G 動値であることから得られる分割と、前回やったこの軌道の話っていうのが結びつけられるようになります。で、ちゃんと言うとこうなります。今ですね、このファイとファイプライムっていう2つの着色が、G 動値である。だから、このようなです。分割において、同じところに含まれていると。ファイとファイプライムが。とする、っていうことと、今作った、置換群 G バーにおける、軌道ですね。ファイの軌道とファイプライムの軌道っていうのは一致する。集合として一致するってことが、動値になります。ですか。だから今、例えばですね、この彩色ファイだとしましょう。あ、ち、えっと、着色ファイだとしましょうと。で、そうすると、今、この囲んであるところ、これっていうのが実は、オーブ、ジーバー、ファイになります。ですか？で、同じところから、ファイプライムっていうのも来ても、この、来ると、これはその今の解釈に従うと、オーブ、ジーバーのファイプライムっていうものになるんだけども、この場合はこの2つの集合が一致していると。こういうふうになっていると。で、これはその同じところから取ってきていて、そのファイとファイプライムが、G 動値であるという条件を満たしている場合の話になるわけですね。で、実際これがその動値になるということになります。うん。で、これはですね、割と簡単に証明ができます。で、やってみると。今、じゃあ2つ、着色取っていきましょうと。で、これだから G 動値だとしますと。で、それに対して、この動値変形で順番に変えていくんですけども、まず、この定義は何だったかっていうと、ある置換 π っていうのが、これ π はこれ G に入ってるんですね。G に入ってる π が存在して、π イコール π プライム丸 π とかけるということでした。これはその G 動値性の定義でした。で、この、π プライム丸 π っていう部分は、これは、π バー、ファイプライムと書くことができると。まあ、これ同値書いてあるのは、本当はこの前にですね、この前の部分に、このある置換 π が存在してっていうのを、本当はここに書く必要がありますけども、ちょっとこれ省略していてあんまり良くないですね。はい。これ本来書くべきです、ここに。本来書くべき。で、そうすると、何かというと、今ですね、この次のところですね、オーブ、G バー、ファイプライム、これ何だったかっていうと、これは、こうですね。パイプライムを G バーから取ってきたときに、そのパイプライムで動かされるファイプライムの行き先を全部集めてきたものということになるわけです。これがその軌道の定義ですね。いいですね。で、そのようなパイプライムが存在しているので、ファイに対して。だからファイプライムはこう書けるので、ファイというのはこのオーブ、軌道の要素ですよということになるということになります。これも、で、ここは、この、あの、こ、この、この部分は、その、π 関係ないので、先ほど言った、ここに、挿入すべき語句は、ここの部分にはもういらないです。すいません。こんな形になります。だから本来は、ちょっと、この部分ですね。この部分、ちゃんとここに、もう書いてあげるってことが必要です。ちょっとこれも後で直していこうと思います。はい。で、こうなりまして、こうなりましてですね。そうすると、今ですね、ファイが、この軌道に含まれているっていうふうに言ってるんですけども、そもそも、この、軌道ですね。この軌道の要素として、ファイプライムも含まれているわけです。なんでかっていうと、この、このパイバーとして、E バーですね。その高等置換に、バーをつけたものっていうのを考えると、この、ファイプライムが得られるからです。られるからです。ということでですね、これはだから、この、集合っていうのは、ファイも、ファイプライムも含んでいるということになります。で、同じような計算をすると、
同じような計算をすると、同じような計算をすると、ファイプライムが、オーブ、G バーのファイの要素であるってこともわかります。で、そうすると、この、記号っていうのは、ですね、全体集合ですね、C の X 乗っていうのを分割するってことがわかってますから、この二つの集合が一致しなくてはならない。両向きの矢印でということがわかるということになります。で、証明が終わるということになりますね。ということで、まあ、これ成り立つということになります。よろしいでしょうか。ということで、何を言いたかったかというと、先ほど言ったとおり、この G 動値なものがですね、この動値分割、動値類にこれ分かれるんですけども、その一つ一つっていうのは実は、この G バーにおける軌道なんだということになります。つまり、この G 動値性で分かれたこの一つ一つの塊の総数を数えるっていうのが、この G バーという、置換群における軌道の総数を数えることに対応するんだということになるわけです。で、そうすると、先ほどの初めに言ったバーンサイドの答えが使えますよということになります。そのような軌道の総数というのは、その各、その置換に対する不動点の個数、不動点集合の要素数を足し合わせたものを群の位数で割ったものですよということになります。ですか。で、本来は、ここの部分ですね。この元々の、このバーンサイドの答えに、忠実に書くと、本来は、オーブ、G バー、ちょっとこの、まあ、左辺はそのままなんですけども、ファイの C の X 乗ですね。だから、この、X の部分が C の X 乗に変わって、G の部分が G バーに変わっているというふうに思ってください。今、もともとは G は X 乗の置換群だったんですけども、今の上の状況では、G バーが CX 乗の置換群というふうに思われていると。思われてる、それが正しいのに、それに置き換えていると。で、それだと思って右辺をそのまま書くと、G バーの要素数で、G バーっていうのを G バー、パイバーっていうのを G バーから取ってきて、フィックスパイバーと書くと。いうふうに書くのが、まあ、そのまま書いた場合ですね。これが得られることになるんですけども、まあ、実際ですね、この G バーと、すいません、G の位数と G バーの位数ってこれ同じです。G バーはどうやって定義していたかっていうと、パイバーで、パイがイン G ですね。G の置換一つ一つのパイに対して G バー、パイバー作ってるっていうふうに言っていて、このパイバーは、各パイから異なるものが作られるので、このことから、G の位数と G バーの位数は等しいということになります。ですね。だから、ここの部分、この分母の部分は G の位数で置き換えてると思ってください。はい。一方で、この、シグマの下なんですけども、まあ、パイバーを G バーから選ぶってことと、パイを G から選ぶってことは同じなので、ここもそれで、パイの方、パイを G から選ぶって形で置き換えているというふうに思ってください。ただし、この、不動点のところは、このパイバーで考えているので、それは注意をしてください。という形で、これを使うと、先ほど言っていた、この CX、C の X 乗の上の、その、G バーが作ってくれる軌道の総数が右辺で分かるということになって、この左辺が今計算したかったその対称性を考慮した数え上げで計算すべき量だったので、それがまあ右辺で計算できますよということになって、これを今後使っていきましょうということになります。よろしいでしょうか。はい。では、それをやっていきます。で、その例が当たります。ね。まず、回転を考慮した方。先ほどの例題ですね。正六角形の頂点を2直線に分ける方法は何とやりますかと。正しい回転によって一致するものは同じとみなすということです。じゃあ、これ先ほどのですね、バーンサイドの補題、着色に関するバーンサイドの補題を使って数えてみましょうということで言います。じゃあ、そのためにはですね、まずその、どのような、群を G として持ってくるのかをちゃんと考える必要があります。いいですかね。で、そうすると、これはですね、この回転対称性を表す群で、正六角形考えてますから、位数6のもの。を考えて、その巡回群ですね。だから巡回群でこの回転を表すような回、群だったってことをまあ思い出して、それでやると。まあ、これで、頂点に12345という名前をつけていて、まあ、ここに色を乗せたいということになりますね。だから、X はその12345と書いていて、まあ、色の方は赤がを表す R と青を表す B で表す、書くというふうにします。で、先ほど言ってた通り、このバーンサイドの答えを使うんですけども、この計算したのはこの左側の方です。で、それをやるたびにこう右側を使うってことをするということになります。で、そうするとですね、今この群において、このフィックス、パイバーって何なのかってことになるので、ちょっとそれを思い出すと、もともとこうフィックス
パイバーの、定義は何だったかっていうと、これは、パイバーによって変わらない、元の数でした。要素の数でした。だから、着色の中で、パイバーファイイコールファイとなるものを全部集めてくるというのが、これです。ですね。つまり、この、ファイという、着色がですね、このフィクスパイバーの要素であるってことは、どういうことかっていうと、これを満たすってことなんですけども、このファイ自体は着色なので、この、ファイイコールパイバーファイが何かつって何かっていうと、すべての要素に対して、右辺の方から出てくる値、ファイアイというのが、左辺の方から出てくる値、それが、ファイパイアイなんですけども、まあ、なんでかっていうと、これがですね、パイマルファイだからですね。ファイマルパイだからですね。と、まあ、一致するってことになるということですね。だから、これを満たすかどうかによって、このファイが、このフィクスパイバーの、要素であるかどうかということを確認するということになります。いいですか？で、それをですね、今、この、右辺を計算したいので、右辺計算したいんですけども、この分母、この部分、これを今、6だって分かってます。ですね。で、あとは、この各パイ、この各置換に対して、このフィクスパイバーの要素が何だかってことが分かればいいということになります。で、それを1個ずつやっていきましょう。じゃあ、まずこの0度回転を表す、置換、つまり高等置換が π であるときどうなっているか。で、そうすると、今言ったみたいに、この φ が、で、この時このフィクスパイバーの予素数を知りたいんですけども、じゃあそこからこの φ っていうのを1個取ってきたら、先ほど言っていた必要十分条件から、φi っていうのが、φ π i と等しくなくてはいけないっていうのは、すべての i に対して成り立っている必要があります。で、今、この π っていうのは高等置換ですから、この φ π i は φ i と等しいです。ですかね。そうすると、この、条件、この π、π が、この、不動点であることは、ためには、この φi と φi が等しいってことを満たしてなくてはいけないんだけども、この φi が φi に等しいっていうのは、これは自明に成り立つ、必ず成り立つので、これはつまり、どんな、着色を持ってきても、これがフィクスパイバーの要素になるってことを言ってます。任意の着色はフィクスパイバーの要素になります。つまり、このフィクスパイバーの要素数っていうのは、着色すべての要素数、C の X 乗の要素数になりまして、これは C の要素数が2色で塗ると言っていて、X の要素数6ですね。6個頂点がある。これ2の6乗になりますと。で、これ計算すると64ということがわかります。よろしいですか？で、これが先ほどの和の第1項になります。先ほどの和っていうのは、この部分です。この部分の初めの項になります。じゃあ、順番にそれ計算していきましょう。今ですね、60度回転を表す値を π としましょうと。そうすると、今この、まあ、1、2、3、4、5、6っていうのを60度回転させたものがこれだと。思いましょうと。で、これとこれで、塗り方が同じじゃなくちゃいけないというふうに言ってるわけです。で、そのようなものを持ってくるわけですね。この、つまり、φ がフィクスパイバーの要素であるときには、この1で塗られてるとこ、色、1を塗る色と6を塗る色が一致してる必要があります。ですか？これ先ほど言っていた、φi イコール φ πi。が全ての i に対して成り立つっていうときの、この i が1の場合を書いてあると思ってくださいですね。それが、この1と6が一致してると。色が一致してると。同じように、この2と1の色が一致してる。3と2の色が一致してると。いうことが、これ全て書かれるわけです。で、それ、これ、そうそう、これじーっと見てると、何がわかるかっていうと、ここから φ1 と φ2 と φ3 とっていう、この全ての頂点の色が全部同じじゃないといけないっていうことがわかります。ここに書かれてることから。すべての頂点の色が同じないといけないと。で、そうすると、じゃあすべての頂点の色が同じように塗る方法っていうのはいくつありますかっていうと、今、色は2色ありますから、赤で全部塗るっていうことをするか、青で全部塗るっていうことをすればよいということになります。ということで、この、不動点集合の要素数は、その赤で全部塗る、青で全部塗るっていう2種類、だから2になるということになります。いいですか？はい。じゃあ、次、120度回転ですね。1がここに来る。こんな感じですね。で、この時も同じようにやると、1と5の色が同じ、2と6の色が同じ、3と1の色が同じ、4と2の色が同じ、5と3の色が同じ、6と4の色が同じっていう、こういう制約が出る。まあ、だからこれさえ満たせばいい。そうすると、この時はですね、1、3、5の色が同じで、2、4、6の色が同じってあればよいということになります。1、3、5の色が同じで、2、4、6の色が同じ。そうすると、1の色を決めれば、他3、5は全部決まるということになります。
で、もう一つ、2の色を決めれば、4、6の色は一つ決まるってことに、必ず決まることになるので、1の色と2の色だけを考えてあげればよいということになります。つまり、2頂点に、2色を割り当てる方法を全部考えればいいということになるので、それが2の2乗になるわけです。で、これが、この場合の不動点の個数になります。4です。いいですか？じゃあ、次の回転、180度回転するときを考えましょうと。こんな感じですね。で、そうすると、まあ、1が4と同じで、2と5が同じで、3と6が同じで、4と1が同じで、5と2が同じで、6と3が同じようになるという、こういう形の、引き合いができます。で、これじっと見ると、1と4が同じで、2と5が同じ、3と6が同じって、まあ、こんだけしか、パターンがないことになります。つまり、1の色と2の色と3の色を決めてあげれば、4、5、6の色が自動的に決まるという形になっているということになりますので、この1、2、3の色を決める方法をすべて書くと、1が、の色が2通り、2の色が2通り、3の色が2通りですから、2の3乗になって、全部で8通りの色の塗り方が、このヒクスパイバーの中に入っている着色の総数になるということになります。いいですか？これ180度回転の場合です。で、あとですね、240度回転とですね、300度回転があるんですけども、これは初めのですね、120度回転と60度回転と同じ形になります。まあ、実際やってみると、240度回転の時の、式書くと、1と、ここに書いてあることなんか違いますね。ここは間違ってますね。じゃあ、直しますと、1と3が同じ色で、2と4が同じ色で、3と5が同じ。これ全然違います。3と5が同じ色で、4と6が同じ色で、5と1が同じ色で、これ確認してよかったですね。6と2が同じ色と。ただ、この結論は同じです。すみません。結論は変わってません。すみません。これは多分コピー&ペーストを間違えたって感じですね。ここは同じです。ので、1と2の色を決めてあげれば全体が決まるということになりまして、4通りと。というのが、出てきます。で、最後300度の場合。これは、またここ、ずれていて、1と2が同じで、2と3が同じで、3と4が同じで、4と5が同じで、5と6が同じで、6と1が同じ。こんなんですね。で、そうすると、これ全ての頂点の色が同じじゃなくちゃいけないって結論は正しいんですけども、で、そうすると、これですね。赤で全部塗るか、青で全部塗るかという2通りだけ出てくるという形で終わります。で、これでこの6通りのですね、置換に対して、その不動点の個数というのは全部分かったということになります。で、そうすると、このバーンサイドの補題を使うと、それ今出てきた不動点の個数を全部足して、群の一数6で割ったもの。で、これはちょうどこれ14になると。で、これが数えるべきものの総数であったという形で、この欲しかった個数が出てくるということになります。よろしいですか？で、まあ、この下にですね、その14通りを全部これ書いてるんですけども、皆さん、ここで問われてるのはこの総数しか問われてませんから、このま、14という数値だけを答えれば良いということになります。で、この下に書いてあるのは確かに14個あるなってことを私がただ単に手で確かめたというだけです。だから皆さんはこういうふうにですね、実際に数え上げる必要はありませんけども、検算のような意味で、その本当に14っていうのは正しいかなってことを確かめる意味で、こういうふうにですね、実際にこの書き出してみるっていうことをやることも、まあ、いいことがあるかもしれません。で、もう一つ検算としてですね、有効なのは何かっていうと、ここはですね、何かを足して合ってます。で、それがですね、何かの総数を表すはずなのですから、ここに出てくる数値は必ず整数でなくてはなりません。ですか？だから、そもそもここに出てくる、式がですね、値がですね、この計算によって整数にならない場合、それはどこかで間違いを犯しているということが必ず分かります。ですか？それはもう必ず分かります。ので、それは、間違っているので、どこがおかしいのかということをちゃんと確認をするようにしてくださいということになります。はい。では今ではですね、この平面上の回転対称性を考慮した数え上げだったんですけど、じゃあ次はですね、回転と共栄を両方考慮した場合をやってみましょう。同じようにですね、正六角形の頂点を2色で塗り分けることを考えます。今、例題2です。ただし、回転と共栄によって一致するものは同じだとみなすことにしましょうと。あ、そう、先ほどちゃんと言ってなかったんですけども、この回転とか共栄とかっていうふうにこれ言ってるときには、六角形が書かれている平面上の回転とか共栄ということを表します。ただ、この六角形がですね、なんか空間上に浮かんでると、回転の仕方っていうのが、その平面上の回転よりももっとたくさん
自由度を持って行えるんですけども、それが考えるのは平面上の回転共有を考えます。で、そうするとですね、実はこれ13パターンしかないってことになりまして、まあ、ここに書いてあった1パターン、まあ、ここに書いてあったかどうかわかんないですけど、1パターンなくなるって形になります。で、ですね、じゃあなんでこれ13個なのだったってことを、今、先ほどと同じような考え方でやっていきましょうと。で、今度は、この回転と共栄っていう、先ほどの場合よりも多くの対称性を考えるので、まあ、そういうような、置換群っていうのを適切に持ってくる必要があります。で、今回の場合は、このか、考える群が二面体群 D12 になります。位数12の二面体群で、6回の回転で元に戻るようなものと、あとこの6個の軸に関するこの共栄ですね。こういうのを考えます。で、この6個の軸に関する共栄なんですけども、よく見ると、この初めの3つですね。これはですね、この2つの、相対する位置にある頂点を結ぶような直線に関して対称共栄を行っているということを考えていて、で、この右側の3つっていうのは、辺の相対するですね、辺の中点を結ぶような直線に関する共栄を考えているという形になっています。いいですね。だからその共栄のあり方にも二通りあるんだってことは、ちょっとまずこの図において観察してほしいことになります。よろしいですか？で、まあ、X としてこの頂点の集合、1、2、3、4、5、6を持ってきて、色の集合は先ほど同じ R と B になりますと。で、この時に、どういうことなのかということを考えたいんですけども、先ほどと同じように、この回転があります。で、この回転によって、その何が、その固定される不動となるような、動かないような彩色になるのかってことは、これは変わりません。だから、これらの6つの場合に出てくる、そのフィクスパイバーの要素数っていうのは、先ほどの回転だけの場合と変わりません。それは、ここに今書いてあるものがあるんです。これは先ほどと変わりません。だから間違ってる部分も先ほど間違ったままなので、後で直す必要ありますけども、この個数はですね、これは先ほどと変わりません。同じになります。ので、それは大丈夫ということになります。で、問題はですね、この共栄を行う場合です。で、共栄は先ほど言った通り、この2つの頂点をですね、通るようなところで、裏返している場合とそうじゃない場合があります。で、まあ、この直線に関し、直線をですね、この2つの頂点を通る形で、取るものは3パターンあるんですけども、そこから得られる、このフィクスパイバーの要素数っていうのはどれも変わらないので、この1つの場合だけやるってことにしておきます。だからこの14を通る直線に関する共栄を考えて、他の直線、3、6を通る直線とか、2、5を通る直線に関する、共栄で変わらない、着色についても同じ数16が得られるはずであるということにします。では、なんで16が得られるのかっていうと、今この共栄で移した先と元のところで同じ位置にあるものが同じ色にならなくちゃいけないっていうのが、このファイに課せられている制約です。で、それ書くと、まあ、1と1は同じ、2と6は同じですね、3と5は同じ、4と4は同じ、5と3は同じ、6と2は同じという、こういう形になりますですね。で、そうすると、ここで出てくる制約っていうのは、2と6は同じじゃないといけない。というものと、3と5は同じじゃないといけないという、この2つだけになります。他のものは自明なものになります。そうすると、まあ、1は、だから何かというと、1を決める、2の色を決める、3の色を決める、4の色を決めるということをすると、それによって5の色と6の色が自動的に決まるということになります。つまり、4つの頂点の色だけを決めればよいということになるので、そのような方法は2の4乗になるということになるわけです。で、これは16になる。よろしいですか？これがこの2頂点を通る直線に関する共栄を表す場合はこうなるということになります。いいでしょうか。で、同様にですね、この、2つの辺の中点を通る直線に関する共栄の場合はどうかっていうと、同じように考えると、1と2が色同じ、2と1の色が同じ、3と6の色が同じ、4と5の色が同じ、5と4の色が同じ、6と3の色が同じという形で書きます。で、そうすると、ここから出てくる、制約っていうのは、1と2の色が同じで、3と6の色が同じで、4と5の色が同じということだけになります。で、そうすると、1と3と4の色を決めてあげれば、あと全部決まるという形になっているということになりますので、この3つの頂点の色を決める方法は2の3乗通りあって、8通りというのが、このような特性の取り方、これ3通りあるんですけども、それぞれに対して、この不動点の個数として出てくるということになります。では、今計算したものを全部足しましょうと。はじめの、この回転の部分がここです。
回転の部分がここです。で、共栄の部分は、その2頂点を結ぶ直線のところが3通りあって、それが16個不動点を持っていると。辺の中点を結ぶ直線に対する、不動点の数がそれぞれ8つあって、そのような、直線の取り方が3つあると。となります。で、これ計算すると。足し合わせて12で割る。12っていうのはこの、群の位数です。そこで13が出てくるということになります。いいですか？で、これ実際にこれ13個これ書いてみた。皆さん、これも確認できると思うので、実際確認してみてください。ただまあ、その答えとしてはこの13だけ答えればよいということになります。よろしいでしょうか？はい。で、まあ、ここまでがその基本的なことの話だったということになります。ではですね、残りの時間、この制限された着色と置換群って話をしたいと思います。で、ここはですね、流れとしては、初めのこの着色と置換群のところでやったことと、ほぼ同じなのですけども、ちょっと、どういうことを考えるのかってことがちょっと変わってきます。何かというと、今までは、この着色すべて、C の X 乗、これすべて考えてたんだけども、その部分集合、その一部の着色だけ考えたいってことが、よくあります。で、それを後で例3つ見てみるんですけども、そこでやりたいと思います。で、このですね、バーンスタインの補題を使うときには、この、着色の部分集合が、これ言ってこの G 付近である。で、こういう性質を満たしている必要があります。ちょっとここのセミコロンを後でコロンに変えますね。G 付近であると。で、G 付近何かっていうと、この任意の、このファイに入っている、あ、これまず言いましたね。これはですね、大文字のファイです。大文字のファイです。この、ラージファイに入っている着色ファイと、任意のこのファイですね。この G に入っているファイに対して、このファイマルファイっていうのが、このラージファイにも入ってるっていうのが、この G 付近であることの定義です。で、これ例が書いてあります。今ですね、X1234、ABC で、今だからこれ3色使うと思ってください。で、G は C3 としました。先ほどの、正三角形の回転に対処して表せると思ってください。で、このラージファイとして X から C への全端子だけを考えるとします。ただ先ほどは、色の付け方として、これ1、2、3、1、2、3すべてを赤とか、1、2だけ赤、3を青とかってことは許してたんだけども、そうじゃなくて、今はこの全端子、だから1、2、3にすべてこう違う色を塗る場合だけを考えたいというふうにします。で、そのようなものをここ書いてみました。ファイを。今、これ1、2、3に対して ABC を割り当てるんだけども、これはその、どの、頂点、どの要素にも違う色が割り当てられるようになっているというのが、この全端者ですね。で、今、これ G は C3 なので、この G の要素としては、この3つの置換があるというふうになっています。で、この時ですね、このファイという置換じゃなくて、最初、染色じゃなくて、着色の集合は、ここで言っている G 付近、C3 付近になっています。なんでかというと、どのように、この、ファイ、スモールファイとファイを選んできても、このファイマルファイというのが、また、このラージファイの要素の中です。じゃ実際にやってみましょうと。例えば、ファイとしてこれ選んでくると。で、ファイとしてこれ選んでくるとしましょう。で、そうすると、今ここにファイとファイを実際書いてみると、こんな感じになります。こうですね。こうです。こんな感じになります。で、そうすると、何かっていうと、1が緑に塗られて、2が赤で塗られて、3が青で塗られて、これやっぱり確かに全端子になってるわけですね。で、これはだから全端子になってるのはどういうことかっていうと、ここに書かれたこの、ファイマルパイっていう、着色。これが、このラージファイルの中に出しておきゃいけないんだけども、1が、2が赤に、これですね。これと等しくなってると。これ等しいと。いう形で、ちゃんとこの、ファイマルパイっていうのも、ここにちゃんとラージファイの中に含まれてるんだよということになると。まあ、で、実際、まあ、この場合の証明としては、この全端者ファイっていうのも、これ全、と、パイを持ってくるんだけど、これ両方とも全端者で、で、全端者の合成って必ず全端者になるので、今このラージファイっていうのは全端者、全体集めていますから、確かに、ここで作ったファイマルパイっていうのも、ラージファイの要素ですねってことは、まあ、言えるという形になります。だから、まあ、そういうその一般的な議論から、まあ、この一個一個確認する必要なく、このラージファイっていうのが今考えられているこの C3 で、まあ、G 付近であるという形がわかるということになります。よろしいでしょうか。で、
何かというと、ここからは今までのですね、話と同じような話が続きます。二つの着色、ファイ、ファイプライムっていうのは、このラージファイになったときに、それが G 同値であることの定義というのを先ほどと同じように行います。で、そうすると、この、G 同値性っていうのが、このラージファイ上の同値関係になるということは証明できます。このラージファイという、この彩色、あ、すいません、着色全体の集合っていうのが、この同値関係によって、塊に分けられる、分割できるということになります。ですか？で、で、同じようにですね、その置換の拡張っていうのを考えますと。その、パイとファイを持っているときの、パイバーっていうのを先ほどと同じように、ファイマルパイとして定義しますと。で、こうすると、このパイバーっていうのは、このラージファイに入っている着色を別の着色に移すんですけども、この別の着色っていうのも必ずこのラージファイに入っていることになります。これはですね、このファイが G 普遍性を持っている、G 普遍な着色を取ってきているという、仮定のもとで成り立ちます。で、まあ、だからこれがいい性質なんですね。で、いい性質になっていて、先ほどの、場合と同じような議論ができるようになると。どういうことかっていうと、先ほど言ったように、と同じように、このパイバーっていうのは、このファイ上の置換、全端者になってまして、このパイバーを集めてきた集合、G バーっていうのは、実際このファイ上の置換群になるということになります。で、この、2つの、着色、ファイとファイバーっていうのを、ラージファイから持ってきたときに、それの2つが G 同値であることと、そのファイとファイプライムの、軌道、が一致するってことがまた言えます。同じような証明で言えます。同じような証明で、ファイが C の X 乗の時と、を前にやったんですけども、その時と同じような証明で言えます。まあ、これ実際に、演習問題にしてますので、確認もしてみてください。はい。という形で、ここまで言えるので、やっぱり、この G 同値であるという関係が作る、その同値類の個数、その塊の個数っていうのを数えたいんですけども、それはこの軌道の数を数えることに、と同じになるということになります。で、軌道の数を数えるためには、やっぱりバーンサイドの補題を使えばいいですよということになって、まあ、こう、見た目先ほどと同じです。先ほどここの部分が C の X 乗になっていたんですけども、それが今、このラージファイに変わっただけです。というものができまして、まあ、先ほどと同じような形で、この、その、ラージファイをこの分割した塊の個数っていうのが、この、不動、円周号、の予想数を数えることによって分かりますということになります。じゃあ、これをですね、応用して、この、ラージファイっていうのをですね、適切に定めることによって、この数え上げっていうのを実際にやってみましょうということになります。で、もう、いま一度、ちょっと、注意なんですけども、このラージファイっていうのは G 普遍な着色の集合である必要があります。で、そうでないものについては、これは適用できないので、それは注意をしてください。はい。ではですね、ちょっと3つ例をやっていきたいと思うんですけども、一つ、8分ぐらいでやってくださいですね。まず、円順列というのをやります。円順列は、先ほど言っていた、その全端者のような場合ですね。何かというと、まあ、これ今、正方形の場合やってますけども、この4つの頂点に4つの色を割り当てるんだけども、この4色を全て用いることにしたいというのが、一つの目標です。で、もう一個、その回転によって一致するものは同じであるとみなすということにしています。じゃあ、そのような塗り方、今、ここでは、6個書いてるんですけども、確かに6個なんでしょうかってことを確かめるということをやっていきます。で、そうするとですね、先ほどと同じように、どういう、置換群を考えるのかってことを考えることと、今度は、その先ほど言っていた、このラージファイですね。ラージファイっていうのをどのように作るのかっていう、この2つを考える必要があります。で、なおかつ、このラージファイっていうのが G 同値で、じゃなくて、G 普遍であるってことも確認する必要があります。で、考えるのが、今これ回転対称性ですから、巡回群です。C4 です。ですね。で、このファイとしては、この、X から C への全端者全体。だから、この4つの頂点が、取る色が、すべて異なる。で、今、X と C の要素と同じですから、そういうふうにするためには全端者を取ればよいということになります。いいでしょうか。で、今ですね、このラージファイという、この X から C への全端者全体という集合が、C4 普遍であるってことを確認する必要があります。それをしないと、このバーンサイドの答えが使えないからです。じゃあ、それをやってみましょうと。まずそれを確認します。G 普遍性の確認、これ必ず出ります。今言った通り、設定、今は G を C4 として、ファイとして、X から C の全端差全体を考えていると。X と C の予想数はどちらも4です。で、この G 普遍であることが、まず確認します。つまり、任意の、着色ファイと、
置換、π っていうのを持ってきたときに、この、ファイマル π っていうのが、この、ラージ π、ラージ π の要素になってるってことを言わなくちゃいけない。これって目標ですね。で、先ほど言った通り、今、この π っていうのは置換、だからこれ全端数です。で、ファイっていうのも、このラージファイの要素が全部全端数ですから、これも全端数です。で、そうすると、全端数の、合成というのは必ず全端数になります。これ今、下に書いてるんですけども、これ、おそらく、離散数数学の復習になります。二つ、写像があって、両方とも全端数だったら、その合成も全端数であるという性質があります。ということなので、これでちゃんと、この、G 普遍性であることが確認できたということなので、これでちゃんとバーンサイドの答えが使えるということが確認できましたということになります。じゃあ、バーンサイドの答え使っていきましょう。今、やるのは、この正方形なので、4つの、置換があります。で、0度回転を表す置換は、これ、高等置換ですね。で、高等置換の時には、任意の着色を取ってくると、それが、この、浮動点になっていると。で、今、この、ファイに含まれているものだけ考えますから、この、つまり、この、浮動点の個数というのは、ファイの要素となります。で、ファイというのは、あれですね。全端者を全部取ってきてますから、その個数っていうのは4の階乗になりますと。で、24になります。いいですか？だからこれが、この、高等置換に対する、浮動点の集合、個数になります。では、45度回転じゃなくて90度回転した場合、これところですね。で、そうすると、1と4は同じ、2と1は同じ、3と2は同じ、4と3は同じ。色で塗る必要があります。つまり、この1、2、3、4っていう4つの頂点を全部同じ色で塗る必要があるので、4色全部使いません。ですか。だから、この場合は、そのような、浮動点の数が0になるわけです。4色全部使えないから。ですか。で、同じように、これ180度回転させても、1と3が同じ、2と4が同じ、3と1が同じ、4と2が同じっていうのが形になるので、まあ、少なくともその1と3が同じにならなくちゃいけないという段階で、このファイというのは全端者ではあり得なくなります。つまり、浮動点の個数0になります。ですね。で、同じように、270度回転の時にも全端差ではないということが言えるので、浮動点の個数0という形になりまして、計算としては、バーンサイドの答えを使うと、24足す0足す0足す0を群の1数4で割って6が出てくるという形になって、総数6であるという結論が得られますということになります。先ほど言った通り、まあ、ここに書いてあるのは本当にこう6個あるのかなってことをちょっと確かめるために書いてあるだけでありまして、皆さんは隠しておりません。で、この個数は6であるということは、まあ、自信を持って答えるということになります。で、皆さん、で、まあ、こういう計算はですね、よくその N 順列とかって言われていて、まあ、一般的にですね、N の階乗を N で割るという形で、表されるっていうふうに、まあ、いろんなところで勉強したことがあるかもしれませんけども、まあ、これはここの計算と、まあ、同じことをしているというふうに思ってもらっても構わないと。N は何かっていうと、正 N 角形ですね。正 N 角形に、N 個違う色を全部割り当てると。いうときに回転で同じものは同じとみなすというときにその数がこれになると。まあこれはもう少しちゃんと書くとこれ n-1 の回答ですけども。になるっていうのは、まあ今の原理で、まあ同じように証明できるということになります。はい。ではですね、二つ目の例。色数を固定した着色。こういう問題、例題4としてやりましょうと。まあ正八角形の頂点を赤と青の2色で塗るということを考えます。ただし、赤を4頂点、青を4頂点に塗ることとします。だから、8個の頂点があるんですけども、そのうち4つが赤で、4つが青っていうふうに限ることとします。で、回転でするものは同じだと思いますと。だから、その初めの方の例では、その赤を何回使ってもよかったし、青も何回使ってもよかったわけです。初めの、正六角形の例の場合には。だけども、ここでは赤は4回、青は4回というのが決まってますよというふうになってます。で、まあ、これ、この10個。のパターンしかないんだっていうふうに、まあ、言いたいんですけども、それをですね、バーンサイドの答えを使って確認していきましょうと。で、そうすると、これは、また回転なので、考える群は巡回群 C8 になります。このような、その、45度ずつの回転を、まあ、繰り返すような形のものになります。で、色は2つ種類なので、まあ、R と B にしましょうと。で、ここで考えるのは、この、考える着色ってどういうものかっていうと、赤が4つ、青が4つなくちゃいけないので、この着色の中で、赤で塗られている頂点の数が、青のか、で塗られている頂点の数と同じで、4ですよというものです。で、ここに、今このか、ファイインバースみたいなのがありますが、これはいわゆる逆像です。逆像です。逆像です。逆像の定義、これでした。で、これはつまり、その R に移される X の要素の集合が、このファイインバース、R です。
ですね。で、ファイ・イン・バス・ビーっていうのはその B で塗られる X の要素の集合です。ですね。で、それが両方とも4つの要素からなりますよっていうふうに言ってるのがここです。いいですかね。で、まあ、これによって、この、ラージファイっていうのが定義されるという形になってます。いいですか？で、まず、先ほど言った通り、この場合、まず確認しなくちゃいけないのは、このラージファイというのが G 父辺であるということです。この C8 父辺であるということをまず言います。これですね。で、これはちょっと大変なんですね。先ほどよりも、よりはちゃんといかなくって、このファイと、ファイをラージファイから取ってきて、ファイっていうのをこの C8 から取ってきます。で、そうすると、まず先に言うとですね、このファイインバースっていう写像があるんですけども、これが実は、このファイインバース R、つまりその R で塗られている、ファイによってですね、ファイによって R で塗られている色の集合から、ファイ丸パイによって R で塗られている、要素の頂点の集合の間の前端者になるということが言えます。これ、次のページでちょっと、番組でやります。で、これが言えると何が言えるかっていうと、この2つの集合の間には前端子があるので、この2つの集合の要素数等しいということになります。でさ、この2つの要素の、この2つの集合の要素数等しくって、で、ファイはもともと、ラージファイの、要素ですから、この部分の要素数、これ4になるとかですね、4になるということがわかります。そうすると、このファイ丸パイという着色によって、赤、R で塗られる要素の数が4なので、そこから、このファイ丸パイによって青で塗られる要素の数も4だってことがわかります。つまり、ファイ丸パイによって赤で塗られる要素の数4で、青で塗られる要素の数が4になるってことなので、このラージファイに、このファイ丸パイが含まれると、要素として含まれるってことがわかるということになります。よろしいですか？じゃあ、なぜですね、このパイインバースは、この前端者、ここからここへの前端者なんでしょうかということをまず言います。で、これはですね、ちょっと板書でやるので時間がなくなっちゃうかもしれませんけども、まずそもそもですね、じゃあ、ここから要素を1個取っていきましょうと。だから、これじゃあ今これ、ラージ X の要素を1つ、じゃあ、スモール X の取ってくると、これは何を、をすると、ここから何が分かるかっていうと、これはその、X をファイで塗ると R になると言ってるわけですね。ですね。ですか。じゃあ、今ですね、今作りたいのは、この X を、すいません。この X を π インバースで動かしたらどうなるかということを考えます。で、そうすると、まず、これは、π インバースは、X 上の値観ですから、これは、まず、これは、ラージ X の要素であり、これをですね、ファイマルパイで移しましょうと。ファイマルパイという、着色があるんですけども、それでその色を塗ると何色で塗るか考えましょうと。で、これは、合成の定義から、ファイ、パイマルパイインバースの X になりますよね。こうなりますよね。で、そうすると、ここの部分、これは、高等値観ですから、これはですね、ファイ X になるわけです。ですか。で、φx は r でした。ここですね。φx r でした。つまり、π インバース x っていうのは、この、φ 丸 π という着色によって r で塗られるってことが分かったわけです。まあ、何かっていうと、π インバース x っていうのは、φ 丸 π の逆像の要素であるということが分かったわけです。いいですか。つまり、このことから何が分かったかっていうと、今ここまででは、パイインバースっていうのは、ファイインバース R の要素を持ってきたら、それをファイマルパイインバース R の要素に移すような、写像であるということが今ここで分かったわけです。この議論で分かったわけです。いいですか？で、これは、ここまでまず分かって、じゃあ、これがですね、本当に前端者なんだってことを今から確認します。前端者です、これが。で、前端者であるってことを言うために削除しまして、それ前端者であるってことを言うためには、逆写像があれば良いということになります。で、逆写像は何なのかっていうと、これは、π のはずです。π が、π インバースの逆写像になります。ということが言えます。で、それをまず言うためには、まずこの π っていうのがそもそも、
このですね、逆作動であるって言いたいんで、この逆向きのですね、写像になってる ってことをまず言う必要があります。で、ちょっとこれはですね、先ほどと同じような形で確認できて、例えばこちら側から x っていうのを持ってくると、ファイマルパイ x っていうのが r となるわけですけども、じゃあ、今、ファイ x っていうのを考えると、これは、ファイマルパイ x となって、R なので、つまり何かっていうと、このことから、こっち側ですね。πx に φ で色を塗ると R になるって言ってるんで、πx が、π インバース R の要素になるということが分かって、このような写像に確かに R、π がなっているということが分かります。はい。ちょっと今、なんか急いでるのがいつ行きませんね。で、そういうふうになりまして、で、あとは実際に、この π と π インバースを合成してあげると、高等写像になるってことを確認すればよいです。まあ、それは、できるのでやってください。ということになって、この全端差であるということが言えるということになります。はい。ってことで、この GIF 変数が確認できたので、これで、バーンサイドの答えを使う準備ができたということになります。じゃあですね、そうすると今これ、8通りの、回転を考えなくちゃいけないんですけども、まあ、0度回転の時には、それを表す時間ってのは高等時間なので、その赤4色、青4色っていうのを使う、塗り方っていうのを全部考えてあげると、それが全てこの不動点になります。任意の着色がこの要素になります。そうすると、これ8個要素がありますから、赤で塗る部分だけを与えてあげれば、それで全て着色が手にできます。で、その4つを選ぶ方法が、8中4になります。で、これ、ま、計算すると70になるということがわかります。で、これで0度回転の場合は終わりになるということになります。ではですね、45度回転させましょう。45度。こうですね。で、そうすると、また1と8の、色が同じは、こういうのが書けるわけです。で、そうすると、ここからですね、すべての頂点の色が同じにならなくちゃいけないということがわかります。で、そうすると、今ですね、赤を4つ、青を4つ使わなくちゃいけないと言っていたんだけども、すべての頂点の色は同じにならないといけないって言ってるんだから、そういうような塗り方がないということが分かって、不動点の個数0になります。いいですか？では、90度回転やりましょう。90度回転の場合には、同じようにやると、1と7が等しい、2と8が等しいとかっていうような、こういう式が出てきます。で、そうするとですね、この頂点の番号が奇数のところが全部同じであって、偶数のところは全部同じであるっていうような式が出てきます。で、そうすると今ですね、赤4つ、青4つ塗らなくちゃいけないって言ってるんで、1を赤で塗ったら3、5、7は全部赤にならなくちゃいけない。で、そうしたら、この2という頂点はもう赤で塗れません。赤も4つ使っちゃったから。だからその時は2は青で塗って、そうすると4、6、8も全部青になるということがわかるわけです。だから、1を赤で塗って2を青で塗るっていう塗り方か、その逆しか、塗り方がありません。ということで、これ2通りになるということになります。これ90度回転の場合ですね。じゃあ、次、135度回転。この場合にも、すべての頂点の色が同じじゃなくちゃいけないっていうような、制約が出てきて、そのような塗り方は、このラージファイルの中にはないので、0となります。はい。180度回転。この場合はどうなるかっていうと、これややこしくって、1と5が等しい、2と6等しい、3と7が等しい、4と8が等しい、こんな形になります。で、そうすると、この下の方に出てくる式っていうのは、上の4つとですね、全く同じなんですね。上の4つと全く同じです。だから、1、2、3、4の色を決めてあげると全部決まるって形になります。で、赤は4つ、青は4つですから、何をするかっていうと、1、2、3、4の中から赤で塗る頂点を2つ決めます。で、そうすると、例えば1と3を赤で塗るとしたら、それによって5と7も自然と青で塗られる、赤で塗られるっていうことになります。で、そうすると、残ったところは青で塗ることに自動的に決まります。つまり、この1、2、3、4の4つの中から2つ赤で塗るものを決める方法だけを考えればよいということになります。つまり4中2になります。4中2は6なので、この場合の不動点の個数6になるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、今これ180度回転でした。で、まあ、同じようにですね、225度回転の場合には、すべて同じ色にならなくちゃいけなくなって、そういう不動点の数は0であるということになります。270度回転の場合は、90度回転の場合と同じなんですけども、2つの部分に分かれて2通り出てくるということになります。
で、315度回転。これはすべての色が同じにならなきゃいけなくて、やっぱりそのような、見方、ないということになります。ということで、全部足し合わせて8で割ると、この場合10が出てくるということになるわけですね。よろしいでしょうか？よろしいですか？まあ、実際10個あることも書いて確認しました。はい。ではですね、最後なんですけども、ちょっとこれがややこしいんですね。もっとね、配置を制限したような着色。ちょっとこれやっていきます。これですね。また正八角形考えましょう。正八角形の頂点を赤と青の2色で塗り分けるんですけども、ただし、赤で塗られた2頂点が隣接することは許さない。だから、この、なんか赤の隣に赤があってはいけません。というような形で、その配置に制限がある。で、また回転によって位置するものは同じだと見なしましょうということになります。いいですかね。で、この時には、どうしましょうかということになります。で、またですね、その考える、置換群とそのラージファイっていうのをちゃんと定義することになります。で、まあ、こうなりますね。考える置換群は、C8 になりまして、ここでは、赤で塗られた頂点が、隣接していってはいけないので、例えばその、φi と φj が等しい、どちらも R である、赤であるのだったら、その場所ですね、場所の差が1であってはいけないというような形で、そのまあ論理式でここで書いてます。で、そのような制約を満たす φ という着色だけを考えてきて、ラージファイとしていますと。で、そうするとですね、このラージファイってのは実はですね、G 保険になります。で、これ次のページ書いてあるんですけども、これはですね、案外ですね、ややこしいです。案外ややこしいです。で、ちょっとこれ証明があると。つまり、任意のですね、φ と π っていうのを取ってきて、目標はですね、φ 丸 π が、このラージファイに含まれてるってことを言いたいんですけども、つまり何かっていうと、この、φ 丸 π が、この前提条件を満たしてる。だからその φ 丸 π i と φ 丸 πj が共に R、赤であるときに、この i-j の、差の絶対値が1ではないってことを言いたいと。で、そうすると、このファイマルパイが、このラージファイに含まれているとか言えると。ということになりますね。で、あとは、ま、この間埋めるってことになるわけです。で、それやっていきましょうと。ね。で、今このパイっていうのは、この C8 の要素であるっていう、この条件をちゃんと使わないといけません。で、C8 ってのはこれ巡回群でしたから、その C8 の要素で、まずその前に、その前に、すいません。その前に。まずここの条件から、これが出てきます。これはこの合成の定義をそのまま使っただけです。で、そうすると今、ファイっていうのは、このラージファイの要素なので、この i と j として、πi と πj を取ってくると、結論として、πi と πj の差の絶対値が1ではないというのが出てきます。ですね。ですか？で、今、さっき言い始めたこと、この π っていうのは C8 の要素なので、この、まあ、巡回シフトになるわけですね。つまり、ある整数 a っていうのが存在して、各、要素 k っていうのが π によって k プラス a マイナス1モッド8になるっていうのが、この巡回群の定義でした。ですね。で、そうすると、この πj マイナス π、あ、すいません、πi です。πi マイナス πj っていうのは、この πi も πj も、この各この引数に対して同じ分だけシフトしているので、この πi マイナス πj と i マイナス j の差の絶対値は変わりません。で、この πi マイナス πj の絶対値は1ではないというふうに言っていたので、i マイナス j の絶対値も1ではないという結論が得られるということになります。よろしいでしょうか。ということで、このラージファイっていうのが、G 付近であるということが分かりました。なります。これちゃんと確認してください。で、これによって、あれですね。あれですねっていうのは、バーンサイドの補題が使えるようになるということになります。では実際にそれやっていきましょうと。で、ここではですね、一つちょっと注意というか、この性質を使いたいというふうに思っているものがあって、何かというと、今ですね、赤で塗られた頂点は隣接してはいけないというふうに言ったんですよ。それはですね、取りも直さず、この、平路の形をしたグラフの独立集合ですね、その、隣にあった頂点を選んでないような頂点部分集合と、この赤い色で塗られた、頂点が、対応していると。ということになるということになります。つまり、この赤で塗られている頂点の集合と、この、平路の独立集合っていうのが対応するんだっていうことを、覚えておくと。で、じゃあこの平路の独立集合をどのように数えたかっていうとですね、実はこれ演習問題2.1にあって、頂点数 L の平路の独立集合の総数を AN プライム
で、頂点数 L の道の独立集合の総数を AN とすると、なんかこういう式が成り立つんだってことを言ってました。これ、演習問題で。で、まあ、この AN については、第2回のところでこういう全化式を満たすんだってことも言っていると。ただ、まあ、この式を使うことによって、例えばこの頂点数8の平路の独立集合がいくつあるのかということがわかります。それは、まあ、取りも直さず、その赤で今のルールを満たすように塗る方法の、個数もわかるということになります。ただし、この独立集合を数えていたときには、回転によって一致するとかってことはこれ考えていませんでした。ので、この例語という問題では、それもちゃんと考えるということを今からやってことになります。で、そこでちゃんとその、置換群によってどのようにされるのかということを見ていきます。はい。で、まず0度回転ですね。で、0度回転の時は高等置換なので、任意のこの、ラージファイの要素が、この浮動点になりますと。で、そうするとこれは、要素数8の平路ですから、要素数8の平路の独立集合の総数を数えればよいということになります。で、これ先ほどの、式。演習問題2.1とか第2回の内容を、見ると、これが47であるということが計算できます。で、まあ、これは信用するというふうにします。いいですか？じゃあです。あと、この45度回転とか90度回転やっていきます。で、45度回転を行うと、先ほどの、例4の時と同じように、すべての頂点の色が同じなくちゃいけなくなります。で、そうすると、今使える色は赤か青なんですけども、赤ですべての頂点を塗ってしまうと、隣り合う2つの頂点の色が同じなことになって、隣り合う2つの赤という頂点が出てきてしまうので、それはやってはいけないことになります。つまり、すべての頂点を同じ色で塗る方法は、青で塗るという方法だけになります。ということで、そのような浮動点の数は1だけと。いや、1個しかないということになります。いいですか？で、これ45度回転の場合です。あ、じゃあ次、90度回転の場合でやります。で、90度回転の場合、ここに書かれている式は、先ほどの、例4の場合と同じなんですけども、そうすると、これ、奇数のところの色が全部同じで、偶数のところの色が全部同じっていう、こういう形になります。で、そうすると、これを満たすような色の塗り方を考えると、この1と2の色を決めれば全部決まるんですけども、1と2を両方とも赤にはできません。なんでかっていうと、そうすると、これ全ての、頂点の色が同じになってしまって、隣り合う2つの頂点に赤が生まれてしまうからです。だけども、片方だけ赤は許せます。なんでかというと、例えば1を赤で塗ると、これですね、1赤で塗ると、357が赤になるんですけども、これは赤が、隣接していませんから、これは許されます。で、同じようにですね、偶数の方だけを赤で塗るっていうのも、これも許されます。赤が隣接しないから。だから、許されるのは、奇数だけを赤で塗る、偶数だけを赤で塗る、どちらも赤で塗らないっていう3通りになって、それがこの3という形で出てくるということになります。いいですか？じゃあ、次、135度回転。この時は全ての頂点と色が同じなので、45度回転の時と同じように一通りとなります。180度回転の時、この時は難しいんですけども、どうなるかというと、まず制約書くとこんな感じになります。ですか？で、そうするとこれ何が出てくるかっていうと、これは先ほどの例4の時と同じですけども、この上の4つの場合、ここだけ見ればよいということになります。そうすると何かというと、このまあ向かい合う頂点の色が同じじゃなくちゃいけないということになります。で、これはですね、数えるのは大変なので、次のように考えましょうと。今ですね、1という頂点を見るんですけども、ここに、これを赤で塗るか塗らないかってことで、倍焼きします。倍焼きです。で、これは倍焼きなんですね。で、赤で塗る。塗らない。で、こういうふうにしましょうというふうにします。で、塗ると決めたら何が起こるかっていうと、この5も赤で塗られるわけです。で、そうすると、その隣り合う頂点はもう赤で塗れません。そうすると、ここにですね、2つ頂点が余ります。で、この2つの頂点の色は同じである必要があります。ですね。だから、上の色を決めると下の色も決まります。というのが、これですね。この制約になります。で、そうすると、ここに残っているのは、頂点数1の道になってます。なので、残りの部分の塗り方というのは、頂点数1の道の独立集合の総数になります。で、それは先ほどの数列で言うと A1 になるということになります。で、一方で、この1の頂点を赤で塗らないとすると、5の頂点も赤で塗られなくなります。そうすると、残りの部分を見ます。で、残りの部分は自由に赤と青で塗れるんだけども、それは、この上の部分を決めると、下の部分も決めるって形になっていて、その上の部分っていうのは、頂点数3の道になっています。だから、この頂点数3の道の部分を、独立集合と対応するように塗ることを自由にできるということになって、その数は A3 になるということになります。つまり、全体として A1 プラス A3 というのが、この場合考えている、制約を満たす塗り方になると。
ことになります。A1 は2、A3 は5なので全部で7が出てくるという形になります。よろしいでしょうか。これ180度回転です。で、あとは225度回転ですけども、これはまた全部の色が同じになってしまうので1。270度回転、これは90度回転のときと同じ形になって3が出てきます。で、最後、310度回転の場合も、これを全ての頂点の同じになって1が出てくるという形になります。で、これで全ての場合の不動点の数が分かったので、それらを全部足して8で割る。を確かに8が出てくるという形になって、計算が終わるということになります。最後の例ちょっと難しかったかもしれませんけども、まあ、こういうものにも応用ができるということをここでお見せしたかったということになります。はい。それでは今日のまとめですけども、ちょっと長くなってしまってすいません。対称性を考慮した数えで、まあ、基本的なものはこの着色の数え上げのところでやったような形の考え方を行ってバーンサイドの答えが使えるようになると。で、その考え方は制限された着色の中でも使うことができるということをご紹介しました。で、今回はですね、このまあ準解群と二面体群しかまあ出てこないような話だったんですけども、次回はもう少し違う図形の、対称性を考慮した数え上げっていうのをやっていきたいと思っています。はい、それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。